1948年、正殿義国を受けて検察庁へ委員される、クリス・クリス・タケオは、昭和期の政治家、銀行家、大倉大臣、経済安定本部総務長官、現在の山口県岩国市に生まれる。六校を経て、1921年に、東京帝国大学法学部政治学科を卒業後、日本工業銀行へ入校する。学級肌で、 1934年に著書、担保不謝罪信託法の研究で法学博士号を授与されている。証券部長、総務部長などを経て、戦後の1945年に理事に昇格、1947年には総裁まで上り詰めた。一方、1946年6月19日には、貴族院議員に直選されている。1947年4月、 1> 第1回参議院議員通常選挙に立候補し、当選、緑風会に所属する。同年日本社会党、民主党、国民共同党の3党連立編参内閣が、発足するも、増将の矢野翔太郎が就任後半月で、病気辞任し、民主党総裁の足田仁氏の要請により、公認として増将に就任した。その後民主党に入党し、 翌1948年足田内閣が発足すると、クリスは経済安定本部総務長官として続けて入閣した。同年に昭和電工疑国が発覚し、増殖時代に復興金融金庫融資委員長として昭和電工から現金を受け取った疑いで9月30日に現役閣僚ながら逮捕される。 現役閣僚の卒追には日本国憲法第75条で首相の同意が必要であるが東京地裁は卒追は逮捕、交流とは関係ないとの判断を下してクリスに逮捕令状を交付している10月2日経済安定本部総務長官を辞任した1953年3月26日には参議院議員を辞職1962年11月 最高裁でクリスに懲役8ヶ月、執行猶予1年の刑が確定された。晩年は破産状態だったと伝えられている。1966年5月10日死去した、去年71。事務官として大倉省に入省した三島幸男は、文章力を期待され、国民貯蓄振興大会でのクリスの演説原稿を各仕事を任された。 ありがとうございます。